久しぶりにお母さんのホットケーキ食べたい。あ、私もリリーのと食べ比べてみたい。あら、そう？作ってあげたいんだけど、こっちだと材料が手に入らないのよね。じゃあ、私たちが用意してくるよ。それならいいでしょ。ええ、もちろん。とびっきり美味しいの作ってあげる。だから、材料もとびっきりのやつ、よろしくね。うまくできてよかったな。
ったら失敗できないわね。腕が鳴るわ。私も手伝うよ。お母さんと一緒にお料理したいし。じゃあ私はお腹ペコペコにするために佐藤走ってきます。おいしかった。リディのもおいしいけど、やっぱりお母さんのは一味違うね。うん、私のとは段違いだよ。お母さんおかわり。私もっと食べたい。あらあら、二人とも口の周りが蜂蜜でベトベトよ。ずいぶん大きくなったと思ったけど、そういうところはまだまだ子供なのね。そんなことないもん。たまたま勢いよく食べ過ぎちゃっただけだもん。そうそう、お母さんのホットケーキが美味しすぎるのが悪いんだよ。だからおか…私が悪いの？それは大変失礼しました。それにしても本当に美味しいや。作り方は私のとそんなに変わらないのに。ふっふん、そりゃなんて言ったって隠し味をたっぷり入れてるからね。隠し味？まさか愛情とか言わないよね。あ、図星だったみたいだけど。違うもの。愛情以外にもいろいろ入れてるもの。あれやこれやたくさん入れてるもの。わかったわかった、ごめんねお母さん。わかったから。じゃあこれあげる。ん、これホットケーキのレシピ？ええ、オネット流ふわふわホットケーキの作り方よ。それを読めば二人だけでも美味しく焼けると思うわ。朝帰ってくれたんだ。ありがとうお母さん。いいのよ、あなたたちが喜んでくれるならお母さん何だってやっちゃうんだから。いつか二人に子供ができたら美味しいホットケーキを作ってあげてね。うん、このレシピ大切にするね。
やっぱりお袋の味っていいものだね。ですね。ただいま。ん？くんくん。わあ、ずるーい。二人して美味しいもの食べてたんでしょう。聞かないよーだ。許して欲しかったら私にもホットケーキ作ってよね。はいはい、しょうがないな。今すぐ焼いてあげるからちょっと待っててね。やったうじ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 に仲直り。これもお袋の味の魅力かな。ほらスーちゃん、本はしっかり読まないとダメだよ。こんな動画作れるかも。どんなものを作ろうかな。触媒で一味加えよう。材料、触媒、どの触媒がいいかな。さて、どれを使おうかな。どこ行く？どこ行く？これでいいです。さて、行き先は。
サーバクママに。リリーちゃん、スーちゃん、いい獲物が取れたからお裾分け。あら、留守かしら。リアーレさん、リアーレさん、あ、この声は。あなたならリアーレさんよね。悪いんだけど、こっちに来てくれる？誰？あなたは誰なの？あなたが絵の中にいるっていう。はじめまして、私はリアーネと申します。それでどうして私を？リアーネさんあなたの妹さんへの熱意を聞いてね。私も娘たちへの愛情を分けていくつもりなの。どうかしら、お互いに愛する者への気持ちをぶつけ合ってみるっていうのは。いいですね、望むところです。ではただいま。いっぱい買い物しちゃったね。なんだか地下室が騒がしいような。これ、お母さんの声？なんだか嫌な予感がする。というわけでですね、ビリスちゃんが可愛すぎて危うく呼吸困難に。リアーネさんが目に向かって喋ってる。いや、一応お母さんと話してるみたいだけど、どうしてこんなことになってるのかは全然わかんないや。やっぱりそうですよね。ツーンって怒ってる姿もまた絶品で。放っておこう、スーちゃん。これ多分しばらく終わらないから。そうだね。それではごゆっくり。本当に可愛くてキュートで、もうフィリスちゃん大好き。ご苦労だったな。ではロジェ様からの評価を発表するとしよう。最高だお前たち。うずく、俺の創作魂がうずいているぞ。これでバッチリ出来上がり。さあさあ、コルネリアさんを呼んできなさい。了解。じゃあ、一
り行ってきます。あ、どうも。お初にお目にかかります。私はコルネリアと申します。ああ、どうもご丁寧に。私はロジェ、リディとスールの父親で。挨拶はその辺で。はい、コルネリアさん、これをどうぞ。薬ですか？これを私に？はい、それ背を伸ばすお薬なんです。コルネリアさんにお礼がしたいってお父さんが。ええー、二人がいつも世話になっていますからね。ぜひ受け取ってください。そそっ、ぐぐーっと飲んでバーンと身長伸ばしちゃってください。とっても嬉しいです。ではいただきます。よし、逃げるぞ二人とも。え、なれば背の悩みなんて解決だろう。アホか、新しい悩みが生まれまくってるでしょうが。リリーさん、スーさん、これはどういうことなのでしょう。大丈夫だ、多分そろそろ。あ、コルネリアさんの体が縮んで。あ、私は一体さっきのは夢？そう、夢だったんです。ご足労いただいちゃってすみませんでした。はい、夢にしてはやけに。さて、お父さん、どう弁解するつもり？そうだよ、結局コルネリアさんの背は伸びてないし、アトリエの天井にも穴開いちゃったし。そのとにかく大きくすることしか考えてなかった。いや、失敗失敗。お父さんの食費を屋根の修理費に充てるから、それまでずっとご飯抜き。今回は許さないよ。文句を言おうが泣き叫ぼうが絶対にご飯をあげないからね。そんなひどすぎるよ。